ね、そうですよね。これ美味しかったんですけど、ね、高いですか、まだ高いですよ、地域は。並んだ。これライト類とかって磨いたんですか？いや、元が綺麗だったんですよ。これその前のめちゃくちゃ綺麗だよ、これ。前のオーナーがその愛知のやばいっすね、トヨペットの代表取締役社長だったんで。あ、そういうことか。たまたま、はい、ほんとたまたま運がいいって。それ運がいい。だって大体くすみますからね、この年式になると。めちゃくちゃ綺麗ですよね。じゃあ、遮光カムですかね、もしかしてね。特にやってないんですか？特にもう特にいじってはないですか？これは自分その車も詳しくないんで。あ、そうですか。今日ちょっと勉強しに。あ、そういうことなんですね。はい、みんなのどんなあのカスタムしてるかとか、はい。今のところはフルノーマルですけど、やっぱホイールは変えたいですし、あ、はいはい、トラックスポイラーもつけたいし。いろいろ出てくると思うんですよね、見ると。難しいですね、やっぱ。難しいです。これであのでかいホイール履かすとね、また。そうですね。迫力がすげえ出ますんで。ボディがでかいじゃないですか。そうですね。そうそうそう。これは綺麗だな。これはいい買い物。高かったですか、これ。そう、高かったですね。距離もですか？あ、距離は6万8000。ああ、じゃあ少ない方ですね。少ない方ですね。まだ6万キロですか？まあ、6.いや、やば、ほんと綺麗だ。ほんと綺麗ですね、これ、はい。ちょっと、まあ、自分体重重いんで、ちょっとシワやっちゃったんですけど。でも、それはね、しょうがないですよ、はい、運転席は。これ、でもほんと綺麗。ほんと綺麗ですね。まだ匂いがだって、残ってますね、はい、最初の顔。まだその、いい。残ってますよね。そう、加齢臭とかもなくて。加齢臭。これ状態いいな、ほんと。これはちょっと、めちゃくちゃいいですね。で、これも買った時の、まあまあまあっていう。まあまあ、もうそのままですね。じゃあ、午後の紅茶も入ってたと。あ、最初、それは冗談ですけどね。今は、その、まあ、越谷の、ファイブスターさん。あ、はい、一人じゃん。へぇ。あそこで。こんないいのあったんですね。はい。本当はやっぱ、綺麗だ。460の後期。あ、はいはいはい、600H 買おうと思ったんですけど、お値段がちょっとまだね、はい、しかもいいやつになると高いじゃないですか。でそう、自分の親父も中期乗ってるんですよ。あ、うん、同じですか。同じグレードは違う。 SZ と同じ。あ、あ、SZ ってブレーキも大きいんですよね、確かね。そうですね、ほんと綺麗でね。これは綺麗。あ、で、サンルーフもついてるという、はい、結構やっぱいいですね、装備も。じゃあまず最初はあれですか、サスコンに。そうですね、ホイールとかあのあたりを、はい、やりたいですね。じゃあいろいろ見るとあれですよね、面白いですよね。高いですもんね。高いですね。いいやつは高いし、はい、まあ、傷だらけだったりすると安かったりとか。そうですよね、あんまりね、傷ついてるのもってなると。でも乗ってないんじゃないですか、ほとんど。もう、もう、やば、ほんとだ、綺麗だ。これや、使ってねえじゃんねえ、この下の状態。はい、すげえ綺麗。まだ6万キロぐらいだったらね、調子いいっすよね、これ。そうっすね、うん、いや、これは状態がいいわ。新車みたいだね。新車みたいですよね、綺麗ですね。全然汚れもなくて、中も。これはこれは綺麗だ。最高です。最高っすね。あとは何を履くかだ。何がいいんですか、これだけ。このチョイスは、ホイールのチョイスって結構難しくて、し、結局そのホイールの何を履くかによって、そうそう、 あの人のLS はあれは履いてる LS だってなるじゃないですか。そうですね、だから慎重に選んだ方がそうです、ね、いいかなと思うんですけどね。あ、いろんな LS 見たりして、はい、ね、こう研究じゃないけど、はい、動画だけじゃなくてね、実際に見てどうかっていうか。そう、動画もいっぱい見てるんで、ね、いっぱい出てきますよね。実際見るとまた違うじゃないですか。違いますね。そう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 、だからどんなホイールがいいかなとかっていうのを。これは綺麗だな、しかし。お、
本当にノーマルの状態だね。そうですね、本当にノーマル。で、僕も黄色にやった。変えるんですか？変えたいです。あ、これ色はな、普通の黒ですか？あと、なんかラメみたいな、なんかガラスなんとかっていうんですか？あ、そうっす、ガラスフレークだ。多分そうです。じゃあ凝った塗装なんですね、多分ね。そうですね。じゃあこれがそのうち変わるわけですね。なんかホイール開いていきなり現れると。Thank you.